バイバイ松田君。でも流した涙があった決して平らな道ではなかったけれど確かに歩んで進めるかどうかはあんた次第。あんたが忘れちまったらあんたの親父は本当に死んじまうぜ。いいね、そういうお誘いとあらばエンジン全開といきますか。お前も気づけば、ゲージといえば命は一つ。僕の親友のフリア・レイ君、僕や兄さんみたいに警察官を目指してるんだってさ。人は死んだら人の思い出の中でしか生きられない。
松田、萩、伊達班長、ヒロ、そっちでも元気にやってるか。僕はもっと生きるよ。この国を守るために。